ナイトトゥーレティクル、このゲームを実況するにあたって俺前回一つだけ話し忘れた注意事項的なものがあって、まあ何かっていうと、今現在このゲームを収録してる今の時期ね、なんか選挙やってて、ということは当然選挙カーが通るわけだよ。まあ、その声がねマジでうるさい。大変精力的にね大きいお声をお出しになられて、おアピールなされる選挙カーが時々近くをお通りになられるんですけれども、だからゲーム実況でちょっと中断する可能性があるよっていうことだけ、あの選挙カー近く通ってマイクに選挙の声入ってきたら俺の居場所特定されちゃうんで、まあ選挙カーが近くを通った時だけちょっとゲーム実況ね少し中断するかもしれないっていうことだけ、注意事項として伝えておきます。はい、では続きをどうぞ。もしかして僕閉じ込められているなんてゲームのやりすぎか。いやね、確かめた方が良くない？それは扉開けてみるとかしてみようよ。とりあえず帰ってきたね。なんか暗いか表情。あ、カナさん、なんだ、何の間？あの、どうした？なんだか話しかけられる雰囲気ではない。ほう、なるほど。僕は閉じ込められてたのか聞きたかったんだけど、また何かあったのだろうか。なあ。はい。頼みがある。何ですか？どうしたんだ？やっぱいいや。で、おい！いっちゃん気になるやつそれ。引っ張んなって。いやいや、主人公も聞き返そうよ。めっちゃ気になる。何、俺だけ騒いでんのバカみたいじゃん。ちょっとね、一番気になるからそういうのは。うん、そうですか。何かあったんだろうな。まあそうだろう、元彼と会ってきたとかそういうことなのかね。なんかあったんだろうね。うん、気まずい。ノン、なんだ急に。はい。ノンって呼ばれてるんだ僕。そうなんだ。わわいいシーンだけど。あ、お前さ無感情すぎるだろ。な、感情どこに置いてきたんだよお前、主人公な。もうちょっと表情に出そうよ。驚きとかさ喜びとかさ。うんうん。何かあったんですか？なんもない。なんかあっただろう絶対。何も聞くな、顔も見るな、ちょっとだけでいいから。もう少しだけこのまま。まあハグってね落ち着く効果があるらしいので、うん、まあとりあえずいいんじゃない。うん、え、うわ、いやちょっと、うわ、これは抱きしめてえな。え、まあとりあえずセーブしてくるわ。関係ないけど首の後ろにもピアスっぽいのがあるんだね。それどうやってつけたんだろう。そんなことはどうでもいい。いや、ここ抱きしめてあげたいのは山だけど、まあでも今回はさ悪い寄りに選択していくって決めてるので、うん、まあ心苦しいけどちょっとそろそろ話すを選んでいこうと思う今回は。うん、かなさん、そろそろ。これ何があったんだろう、結局話してはくれないのかね。うん、ありがとう。いえ、これくらいなら。お人よしい。それ褒めてますか？あいつも逃げるわけだよ。え、待てお前、え、その発言はさ、何、出て行った主人公の妻と知り合い、知ってるの？じゃないともう筋が通らない発言だけどね。これどういうこと？え、何、え、マジで。いや、終わるな終わるな。おいおいおい、ちょっと説明していけちゃんと。おいおい、場面変わってんじゃねえ、戻れ戻れ。なんだどういうことマジで。いや、引っ張りの天才かよ。気になる展開で引っ張る天才すぎるってそれは。なるほどね。朝だ。そしてデイ5になってるよ右上が。倉庫で3回目の朝を迎えてしまっている。カナさんの姿はない。
昨日は聞ける雰囲気じゃなかったから聞き出せなかったけど、僕は軟禁でもされてるのだろうか。これはもしかして事件なのでは。もしかしなくても事件だと思うよ。うん。今日も食べ物が置いてある。ここから出るなと言わんばかりだな。律儀だ。既読は今日もついていない。既読つかないんじゃどうしようもないよな。ドアはやっぱり開かないか。いや、ドア開かないんならもう軟禁だよ。事件事件。軟禁されているのだろうかじゃない、軟禁されてるんだよそれは。仕事をしよう。なんでだよ。お前何、どういう神経なの。なんで仕事をしようとしてんの。逃げろよ。え、何、仕事すんの、本当に仕事すんの、やばな。主人公大丈夫か。うぃー、労働ご苦労。カナさん、聞きたいことが。ケーキ食う。食べます。食べるんかい。もうちょっと警戒しろお前。はい、あーん。いえ、自分で食べますし。それ一口じゃなくないですか。は、俺の一口がでかいって悪口か。いや、一口でかいのは別に悪いことではなくない。いっぱい食べる君が好きというか、うん、一口でかい人俺は嫌いじゃないぞ。そんなこと言ってないですよ。はいはいはい、いいから。あーん。あーん。やえば。なんだ急に。ん？いいなあ、俺も欲しい。やえば。あ、主人公のやえばがっていうことか。特徴的なのか。あっても特にいいことないですよ。かわいいじゃん。俺、顔と同じで歯も整ってたから。なんだこいつ、嫌味か。顔と同じで歯も整ってたから。何を言ってんだこいつは。まあ確かに整ってるけど。わざわざピアスで牙生やしたのに。あ、そういうことか。歯のピアスなんだろうって思ってたけど、そういうことなのね。うん。これ。それ、どこにどう刺さってるんですか？歯茎？だろうね、多分歯茎に刺さってんだろうね。痛そう。いや、そんなことより聞きたいことが。なんて何言ってんだよこいつは。これはなほほにほうなって、あのほんなはいえほうなって、お経みたいになっちまったって。おい、なんて言ってんだよマジで。ちゃんと日本語喋ってくれ。僕ってもしかしてここから出してもらえないんですか。おい、なんか言えよ。おい。おい、なんか喋れよ。無言。おい。はにゃ。はにゃじゃないよ。はにゃじゃねえだろ。何を言ってるんだよ。はにゃなんてリアルで言ってるやつは初めて見たよ、俺は。はにゃじゃないですけど。はにゃにゃ。はにゃにゃじゃないって。な、ちょっと可愛いって思ってしまうのが悔しいよ、そして俺は。はにゃにゃじゃないです。バレてたか。バレてないわけないじゃないですか。だって俺の心の傷まだ癒えてないもん。言うて Wi-Fi あるし、ソファーもあるし、シャワーもあるし、充電もできるし、それなりに暮らせてたっしょ。ま、正直至れり尽くせりだよ。ホテルかこの倉庫は。まだ付き合えってことですか。うん、じゃあそういうことで。で、おい、待て、おい、何を考えてるんだろうこの人。珍しく主人公が動揺してる。でもさすがにそろそろ行かないと。どこに。それは前も言ったように、カナのとこ。いや、え
カナって主人公の妻のことでしょ、多分。やっぱ知り合いだよね、そういうことだよね。どうして名前を？僕名前言ったりしましたっけ？寝言とか？そりゃ地元の人間だし同年代だし、田舎は狭いから。いやいや、説明つかん説明つかん。田舎は狭いだけじゃ説明つかないでしょ、無理あるでしょそれは。いや、寝言で言ってたかも。いや遅い遅い、ごまかすの遅すぎる。それはとぼけないでください。てかさ、カナから連絡来てる？来てないです。だろうな。だろうな。何が言いたいんですか？知らない方がいいこともあると思うけど。何か知ってるんですか？こっちの話なんか知ってるな。これ主人公と妻の、なんか妻がさ出ていった、なんか関係あるの？なんか知ってるんだろう、事情。そういうことだろう。てかさ、この部屋雑にドア塞いでただけだったし、出ようと思えば出れたよ。知らん場所でも警察くらい呼べるだろう。まあ確かにね、ネットが繋がらんわけでもないし。まあそれはそう。お前さ、本当のとこ、まあ逃げる気はなかったよね。仕事しようとか言ってたし。カナに怒られるのが怖いから会いたくない。は？え、なんで？カナ、絶対お前の顔見た瞬間ひするだろ。いつまで待たせんのよ、遅いんだよクソボケとか絶対言うよ、あのクソ女。いやいやいや、めちゃめちゃ知り合いじゃん。カナの性格を知ってるじゃん、そこまで。カナさんはそんな人じゃないですよ。へえ。なんなんだ。ま、今日は遅いし行くとしても明日だな。この時間に人様ん家行くのはさすがに迷惑だろ。急に常識的なこと言いますね。ま、確かに。明日車出してやるから、絶対に勝手に出るなよ。絶対だぞ。絶対だからな。おい、な出て行けって言ってるんだな、それは。そういうことだな、出て行けばいいんだな。なんかのフリですか？そんな目で見んじゃねえよ、エッチ。ってなんでだよ。おい、いつ俺がエッチな目で見たんだよ。急になんだよ。溜まってんなら抜いてやろうか？最後の夜ってことで。なんでそうなるんですか？キメ、俺の声がキメ、思わず声が裏返ってんだよ。いやちょっと、色気を感じる顔、いいね、ちょっと構図好きだよ。なんだよ、さっき俺のことやらしい目で見てたくせに。最後くらいいいだろケチ。見てないです。本当に？本当です。まあでもこれで本当に最後になる予定だろ。そうですね。あ、直接的な表現きたな。いやこれね、アイスクリームのことなんで、まあまあね、口でね、まあアイスクリームをこう舐めるというか、まあまあそういうことかな。まあそれだけなら。おいおいおい、主人公、あれ籠絡されかかってない？ちょっと断ろうよ、もう少し。断った断ったってなるわけないでしょ。あのさ、言っとくけど俺めちゃくちゃうまいよ。何の話？マジで。そうですか。カナに知らせたことある？いやこれもアイスクリームの話なんで。ずいぶんぶっこんだこと聞いてくるね。それはどうでもいいじゃないですか。てかカナと最後にやったのいつ？ちょっと
今数えてるので邪魔しないでください。へえ、そんな前なんだ。そうですね。あ、レス気味だったということか。うん。何？やらせてくれなかった？お前がやる気なかった？教えてよ。ねえねえ。あ、教えません。ふーん。てかさ、今頃かなも他の男とやってると思わんの？もうよくない？どうせお前らすでに終わってんだろ。カナはそんなことしません。え、これどうなんだろうね。え、このあのカナさんが、え、カナとカナって一緒じゃない？ちょっと待って今気づいた。超遅い、めちゃめちゃ遅い俺ひょっとしてこの男のカナっていう名前とさ、主人公の妻のカナって名前一緒じゃん。何、どういうこと、な、何、何の共通点それは。ねえ、めっちゃ遅い、気づくの遅い俺。これさ、この今対峙してる男のカナさんが、まあ主人公の妻の知り合いだったとして、でこの人の分析と主人公の分析、どっちが正しいんだろうね。妻の性格、もうこのさ、男のカナさん側からしたら主人公の妻のカナさんは随分なクズ女みたいな認識だけど、そうなの？それともその認識は間違ってて、ただ単に喧嘩してるだけ？どっちなんだろうね。うん、本当に思い出してみなよ、カナの性格。それとこれとは話が違うので。でも確かに僕とカナがだいぶ前に終わってたことは否定できないです。あー、まあ終わってたのか、関係が。へえ、そうなんだ。じゃあもうよくない？うわ、いや、うわ、いや、ねえ、へえ、悩むね。ここまで来てのこれは、これはどっちなんだ、これは分かんねえ。いやでもことがね、真相がはっきりするまではやっぱ体の関係持たない方がいいと思うんだよな。うん、だからとりあえずやっぱりもういいって流されてしまうべきか、やっぱり。まあまあ、決して下心はない、全然下心はない。はい、しつこいないい加減もうとりあえず今回もういいで、悪い方へ行くと思う。これでもういいか。気づかないようにしてたけど、もう僕と彼女の関係はおそらく戻らない。あ、そのレベルなんだ。連絡しても返事は来ないだろう。あ、もうそのレベルで終わってるんだね、関係。明日、カナに直接伝えよう。きっと、僕はそもそも最初から。あ、なんだ？あんなクソ女のこと考えられんようにしてやろう。お願いします。うわー、落とされた。落ちた。これが NTR ってやつか。うまいうまいじゃないよ何の話をしてるんだよいやでも何がうまいのか明記されてないんで、まあゲームかな、まあテレビゲームでもまあ一緒にしたんですかね。はい、まあ何がうまいのか視聴者さんのご想像にお任せいただくということで、そしてこれは大月って読むのかな、多分大月だな。うん、お疲れ様です、大月です。本日家の都合でお休みをいただきます。さて、まあさすがに会社に休みを入れるか。あれからもカナから連絡は来てない。連絡来なさすぎじゃない？本当に浮気してる可能性ないそれ。そういえばあの人はいつ来るとか聞いてなかったな。なんだっけ、車出してくれるんだっけ。そうだよね、うん、車出してやるから絶対に勝手に出るなよ。絶対だぞ、絶対だからな振りでしかないだろこれ。出て行ってくださいって振りだろ。昨日なんだか怪しすぎること言ってたから怖いな。
ちょっと外の様子でも見てみよう。主人公も主人公で出て行く気満々じゃん。どうした？ん？うおー！え？な、美少年、ショタ、すげえ綺麗なショタがいる。うわ。どうしてこんなところに子供が？たまえハルトだな。うん。たまえハルトです。大月のぞみです。父がいつもご迷惑をおかけしてますか？父？父？父？三回。お、びっくりすぎて3回言っちゃったけど。え？かなさんの子供じゃないと説明つかないよね。おい、もう言葉を失ってるよ俺。なるほど。ええ、まあ。かなさん、お子さんいたのか。しかも大きい。まあ確かに大きいか。うん。すみません、父はほんとアホなので。子供の方がしっかりしてるパターンのやつだ。いえ、そんなことはありますね。否定できない。父に自分が来るまでおじちゃんの相手してやれって言われたので来ました。おじ。そんな年いってないでしょ。25ってもうおじさんだったのか。 25? ほとんど俺と一緒だね。お父さんはまだ来ないのかな。はい、用事があるって言ってました。ちなみに俺は休校日なので休みです。不登校じゃないです。そっか。確かにかなさんの面影があるけど礼儀正しいな。うん、多分反面教師になってるんだよ父親が。うん。それとなんとなく。なんとなく？何？なんだ？知らない大人の相手をしろって言われても困るのでは。まあそれはあるね。ハルト君はいくつ？9歳です。小4。小学生の子相手の話といえば、やっぱりこれだろうか。お前引き出しあるか、大丈夫か。ハルト君はゲームとかやるの？まあ確かにゲームの話題はいい。やる。いつもどんなゲームやってるのかな？フォーナイトとスンブラとシャンバと。あ、なんでそういうところはちゃんと伏せ字あるんだよ。危ねえ単語は片っ端から伏せ字ないくせに、こういうところの配慮はできてるんかい。おい、どういうことなんだ、おもろこのゲーム。あと知ってるかわからないですけど、ホマタス。うん、ホマタスっていうゲーム。ホマタス、ハマる人は本当にハマるといういわゆるクソゲーだ。クソゲーかい。随分と渋いゲームやってるんだな。僕は昔Xとかよくやってたな。なるほどね。Apex。 あ、言っちゃった。いや、俺もよくやってたけどね。うん。Xの動画はよく見ます。今はやってないんですか？うん。かなさんにオタク臭いからやめてって言われてやめたんだっけ。いやー、でもパートナーの趣味を尊重できないのは良くないよそれは。ふーん。お前ら話し合うの気まずくない？ボードゲームでもやろっか。いいですけど、二人でやれるやつここに置いとったかわからん。かなさんと一緒にやった時に見たけど多分なかったかな。まあボードゲーム基本2人ではやらないからね。4人とか。本当にすみません、父がご迷惑をおかけして。つまらなかったですよね。いや、割と楽しかったよ。あ、楽しかったんだ。お父さんが賑やかな人だったから。そうですか、それは良かったです。
気まずいな。だよね。あ、さすがに話合わないよね。おじちゃんは何の仕事してる人ですか？ゲーム会社の会社員です。え、やば、どこのゲーム会社？めっちゃ食いついてきた。ニンドコンブラサイングス。ダメだ、お伏せ字だらけや。すごい食いつかれた。そのホマタス作ってるところ、いやお前お前どこが作ってんかい、そのクソゲー。やば、食いつきいいしすごすぎ。はよ言ってよ、やばい。でも僕はそんなに大きいプロジェクトじゃないからすごくはないかな。何？何作ってるん？ホマタス。お前が作ったんかい、そのクソゲー。なんだよその前振り、その謎の伏線回収面白いって。やばすぎる。サインもらってもいいですか？サイン、髪ない、背中、いや、土下しよ。おい、方言出てる。ちょっと可愛いな、方言出てる、動揺のあまり。僕サインする機会のない仕事だから、ただ名前書くだけになるんだけどいいかな？うん。キラキラのいい笑顔、可愛いな。お月のぞみと。本当にただ名前を書いただけになってしまった。まさかサイン求められる日が来るとは思わなかったな。兄ちゃん、あんな、俺も将来ゲーム会社に就職するかプロゲーマーか実況者になろうと思っとって。いや、やめとけマジで、実況者。よくない、マジで茨の道どころじゃねえぞ、実況者マジできついからな。お前新規で始めた9割ぐらいのやつは消えていくからな、実況者。死ぬほど辛い道だぞ、茨どころか溶岩の道を進んでいくぞ。マジでやめといた方がいい、実況者は。うん。おじちゃんから兄ちゃんに若返った。確かに尊敬の念。作る側もいいなって思っちょる。いや、方言きた、方言になったぞ、フランクになった。作る側もいいなって思っちょるんけど、やっぱこの顔やし、顔出しで実況もするべきやん。お前もかい。お前顔に自信があるのはさすが親子だ。だよね。ちょっと父親似だな、ナルシストな一面というか、まあまあ顔確かにめっちゃいいんだけどね、お父さんと一緒で。自信あるね。兄ちゃんはなんでゲーム会社入ったん？ゲーム会社って土下座して入るん？教えてください。かわいい。